ついにこの季節が来ましたよ。何の季節よ？葉ニンニクです。ああ、去年ホイコーローを作った時になんか言ってたわね。そう。去年作ったホイコーローが問題なんですよ。問題って普通に日本で食べるホイコーローだったじゃないの。日本で食べるホイコーローだったってのが問題なんです。にゃん。明らかに面倒な雰囲気になってきたから頼んだわね。先生。あのちょっと。で、また呼び出されたわけなんですけど。あ、はい。すみませんね。先生、今回はリメイク会になります。リメイク？一回動画にしたはいいけど、納得いかないものを作り直す会です。納得いかないやつがあるってことですね。まあ、初期のやつは基本納得いってないんですけど、特にこれってことで今回は、ホイグオローです。四川料理の定番だから私呼ばれたんですね。どのあたりが納得いってないんです？ほぼ全部ですね。いや、元も子もないじゃないですか。あの時私が作ったのはやっぱりホイコーローじゃないです。そこまで言います？地味に総集編の時にタイトル変えてるんですよ。あ、チャプター名がホイコーローじゃなくなってる。あれはパオツァイチャオローピエンです。はい。パオツァイはキャベツ、これと肉を炒めた料理なのでパオツァイチャオローピエン。普通それはホイコーローというのでは。日本ではそうですね。ただ、やっぱり納得いってないんですよ。今回作るのはジャンズオンホイグオロー。正確に言うと、スワンニョンホイグオローです。スワンニョン。葉ニンニクって意味ですよ。マサムネってのは日本刀か何かです？いえ、これは本物って意味です。本当のホイコーローってことですね。葉ニンニクって日本じゃあまり見ないですけど、これが普通なんです？そうですね。基本ホイコーローは葉ニンニクです。ただ、葉ニンニクが手に入らない時期には青唐辛子とかニラで作る場合もありますよ。葉ニンニクは冬野菜なんですね。四川の家庭料理ですから、好きな野菜で作っていいんです。キャベツはめったに見ませんけどね。それでは、材料です。皮付き豚バラ肉 200g、葉ニンニク2本、長ネギ3分の1本、生姜 10g、ニンニク1かけ、甜麺醤小さじ1、豆板醤大さじ1強、醤油小さじ1、豆豉小さじ1、砂糖1つまみ、黒酢小さじ2分の1、長ネギの青い部分1本分、ホワジャオ小さじ1くらい、生姜 30g、紹興酒 50cc、以上です。なんか今回の豆板醤、雰囲気が違いますね。わかります？これはピーシェン豆板醤と言います。ピーシェン？四川省の地名ですね。豆板醤の生産地で、そこで作られた長期熟成の高級品です。辛味が普通の豆板醤よりマイルドで、普通の豆板醤より深い旨味、コク、香りが特徴です。高級品ですか？まあ、普通の豆板醤でいいですよ。今回はちょっと本気です。辛さまで本気にならなければいいんですけど。あ、辛さは大丈夫ですよ。そこまで辛くはならないです。それが信用できないんですよね。それでは、作っていきましょう。まず、豚肉の下ごしらえです。皮目をよく熱した鍋に押し付けて焦がします。角煮の時もやってましたねこれ。表面に残った毛や、臭みの原因になる薄皮を焼き切ります。焦げは包丁の背と片足で削り落とします。生姜は適当にスライス。これは下茹で用の 30g ですね。豚肉と生姜、ネギ、ホワジャオ、紹興酒を中華鍋に入れて茹でます。お好みで八角入れてもいいですよ。豚肉以外のものは全部臭み消しですので分量は適当でいいです。アクを取りながら30分ほど茹でていきましょう。豚肉が茹で上がりました。菜箸を突き刺して、真ん中まで簡単に刺さったら茹で上がりです。生煮えだと抵抗があるんですね。豚肉は取り出して冷ましておきます。豚肉を冷ましている間に他の材料を切っていきましょう。ネギは3ミリ幅くらいで斜め切り。葉ニンニクは根元を包丁で叩いてほぐし、斜め切りにします。叩いたの意味あるんです？葉っぱがギチギチに巻いてますからね。叩いて1枚1枚の間に隙間を作ることで、味が入りやすくなります。生姜、ニンニクは適当にスライスしてネギと一緒にしておきます。今回は叩かないんですね。今回は薬味じゃなくて具材として使いますので大きめです。豆豉は刻んで少量の紹興酒につけて味を引き出しておきます。甜麺醤はそのままだと粘度が高くて使いづらいので、醤油と黒酢で伸ばしておきます。豚肉を切っていきます。2ミリ幅くらいでスライスします。難しそうですね。コツは包丁の重みだけで切ることですね。包丁は乗せるだけ。小刻みに前後に動かしてあげれば、勝手に包丁の重みで切れていきます。最後に皮を切り離せばスライスの完成。それ、できるの中華包丁限定なんじゃないです？どうでしょう？手数はかかるけど3得でもできるんじゃないですかね。やったことありませんけど、日本基準で作るならやや厚めに切りますけど、本格的にやるなら薄く切るのが重要です。それでは、合わせていきましょう。中華鍋に油を回し、豚肉をしっかり炒めます。炒めるというより焼く感じなんですね。目安は豚肉の表面がカリッとして丸まってくるくらいですね。
結構しっかり焼くんですね。肉の油が出てくるので、途中からは揚げる感じになってきます。うわ、油すごい。ここに豆板醤投入。油が真っ赤に。豆板醤は炒めることで香りが目覚めます。油がしっかり赤くなったら、ネギと生姜、ニンニク、豆豉を加えて軽く炒めます。ネギに軽く火が入ったら葉ニンニクを加えて炒めます。葉ニンニクに火が入ったら、砂糖一つまみと甜麺醤を加えて炒め合わせて完成です。真っ赤じゃないですか。これがホイコーロー。どうぞお召し上がりください。では葉ニンニクすごいですね。ニンニクの香りもあるんですけど、甘みが強い野菜ですね。豚肉はひたすらに香ばしい。少しカリッとした部分と柔らかい部分が程よく混在していて複雑な食感です。油は真っ赤になってますけど、辛さはそこまで強くないですね。これだけ油が出ているのに、食べた感じだとあまり油っこく感じないのも不思議な感じです。ホイコーローは、昔は洋バオブオとも呼ばれていたんですよ。油が爆発する鍋です。油炒めですね。なので、油がしっかり出ていないといけないんですよ。本当のホイコーローとは、香味野菜を使って香り高く、真っ赤に染まっていて、大量の油が乗るのに油っこく感じない。これが重要だと言われています。四川のどの家庭でも日常的に作られる料理なので、レシピが家ごとに違っているのも特徴で、同じ味の家は一つとしてないとも言われます。まさに四川のソウルフードなんですね。ホイグオロー、チュアンツァイチュアンとも言われ、四川料理を体現した料理とも言われる特別な料理です。チャンネル開設当初はかなり日本寄りに運営していましたので、あれでもホイコーローを名乗れていたんですね。今はもう無理と。もはや黒歴史まであります。そんなわけで、以前のホイコーローの動画はパオツァイチャオローピエンに変えておきますね。そこまでしなくても、